大阪市立新豊崎中学校は、大阪府大阪市北区にある公立中学校。生徒や地域住民の間では、新豊と略されることが多い。北区の北東部、天禄の北東一帯を校区とする。現在の校区は、かつては、大阪市立豊崎中学校,校校区に属していた。しかし1980年代初頭より、ヨド川リバーサイド畜整備計画として、 現在の校区にあたる地域で高層マンションが開発された。それに伴う生徒増加により1982年に豊崎中学校の校区東部を分離する形で現在地に開校した。学校敷地は学校開校前は地域のコミュニティ広場として使用されていた。大阪市立豊崎中学校の分離校、大阪市立大淀第三中学校を設置することが 1981年5月に決定した。同年6月より校舎建設工事が開始された。1982年2月に大阪市立新豊崎中学校の校名が内定し、同年3月の大阪市会の議決で正式に校名が決定した。1982年4月に大阪市立新豊崎中学校として開校した。開校当初は大阪市立 豊崎東小学校、大阪市立豊人小学校の校区在住の2年生が、豊崎中学校より移り、両小学校を卒業した1年生と合わせてに、学年での発足となった。ありがとうございます。